この武蔵の建造が極秘に始まったのは太平洋戦争が始まった3年前でした。しかしその命は日本史の教師だ。日本史といえば暗記。はい、地図の中に記入します。生徒の誰もが口を揃える。しかし岡本の授業は、はい、では多くの工夫が凝らされている。同じく武蔵のラジオにね、ちょうど旧の線、ちょうど見やすい大きさの板書、面白いイラスト、新聞形式のプリント、時にはクイズ大会も行う。大本先生は今のアニメのキャラクターの顔に見せて人物の顔を描いてくれたりして、すごくその人物が印象に残ったりして、名前だけだと覚えられなかったりする人物が覚えられます。岡本先生はそうですね、まあ、僕は1、2年と日本史担当してもらったんですけど、まあ、教える時もすごいなんか年代別で分かりやすく板書してくれるので、とても分かりやすくて、で授業中もなんか絵とかなんか描いたりして、すごい伝わりやすいような授業をしてくれて、まあ、できるだけこう日本の歴史、昔のことだけれども、こう今のこう時事問題にこう絡めたり、あとはまあ地理問題というか地域とかに絡めたりっていうことで。だが岡本の真骨頂は他にある。岡本は常に生徒を楽しませようとしてきた。岩子クイズ大会、岩子クエスト、ミニ体育祭、あげればキリがないほどだ。コロナ禍で行事さえままならなかった子どもたちのためにさまざまな行事を企画してきたのだ。まあ、残念ながらこう行事部活動でかなりまあ制限を受けたので、本当はもっと元気で活動的な場面があり、皆さんが活躍する場もあったと思うんですが、岡本はそう言うが、コロナ禍で工夫された手作りの行事の中に3番ちょうだい生徒たちの笑顔があった。お写真撮影自分自身が楽しむ、楽しければ生徒のみんなも楽しんでくれるのかなっていう、まあもっともっとさ掘り下げれば、まあ、人を喜ばせるというか楽しませることを、まあ、やっぱり、まあ、快感というか、それがやがては楽しいことが幸せにつながるのかなと、そんなところですかね。